おい、だっておめえさ、あれじゃん、通勤途中でうんこ漏らしたじゃん。お前それ言え。俺に電話してきたね。おい、ちゅう、悪い、うんこ漏らしちゃったってさ、あれガチで漏らしてたっしょ。ガチで漏らしてなかなかねえよな、大人だってうんこ漏らすの。いや、じゃあ、あれさ、うん、じゃあ、でもな、うん、ちょっとこう、ほら、俺、横浜、うん、だったよね。で、うん、横浜ってこうね、こう、坂道多いのよ。あ、そうなんだ。結構こう、結構ね、そう、もともと山だったから、横浜ってこう。うんうん、で、ね、こう歩くとね、結構なんかこう、うん、アップダウンがあるんだよね。で、アップの時ってさ、お前も朝とかない？あるでしょ、こう朝たまに、あ、やべえ、今日やべえな、今日、うん、で、みんなも絶対あると思うんだよ。うん、こう、ある、ね、朝の時にさ、電車の中で、あ、ぐるぐるとか言ってさ、しかも、精神的にさ、今、このぐるぐるをすぐ解消するのが、もう、10分間はこれ耐えなきゃいけないっていうさ、うん、焦りとかもあるじゃない、うん、で俺もそういうのでさ、仕事職場まであと15分、うん、この坂道登りきんないといけない、やばい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 ってさ歩いててやばい、これでもやばいな、これ 5分これ5分だなって言って、うん、もう走るしかないと思って、うん、で走った瞬間にでこう体を前傾してグッて行こうとした瞬間にピッてなんかが出た蓋だったのよ。それで一歩出てピッて行って、で次思い切って二歩行こうって言ったらピッて行ったから、そのさピーポンって、ほんとブリブリブリとかじゃないのよ、ピーポンって、一気に脳みそ、脳みそみたいな、わかる、脊髄と脳みそ、脳みそ、そう、脊髄みたいな、脊髄が始めピーって、そのまま脳みそがポンってみたいな、こうやってこうやって、ジーパンの下からさ歩くとさ、ボタ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 こうやって、お前よくそれで仕事行ったね。でもう何もできないから、ジュンってこう、ジュン、今うんこ漏らしちゃった。朝の8時ぐらいに。そうそう、そうそうそう。あまあでも。そう笑ったかんな、うん。でもなんとかなったんだけどな。でもさ、ロッカーでさ、おい、なんか今日うんこくせえなってやったんでしょ。そうそう、あの、頑張ってね、トイレの、うん、トイレで洗ったのよ、うん、もうさ、あの、トイレのお前らがうんちとかしょんべんするあの、溜まった水なんじゃん、もう俺にとってあれはもう、清水だよ。あれでもうバシャバシャあれでバシャバシャバシャってこうやって洗って、うん、あー、匂いしねえよなと思って、で、流してさ、バシャバシャってやって、もうまた流してさ、すげえ、そう、あーで、でさ、やっぱほら、こうさ、しん、うん、どっこうさ、なんかいろいろさ、うん、トイレとかでさ、公衆便所でうんちするときさ、くせえじゃん。くせえ。でもさ、自分がうんこするとさ、うん、慣れてくんじゃん、うん。それと同じだよね。洗ってるうちに、うん、自分のうんこ臭くなくなってきちゃって、あ、これもういけんなと思って、よし、会社行くべーと思って、うん、仕事行ったらさ、うん、あの、職員からさ、え、なんかうんこ臭くなってきた。え、こんなに完璧だと、え、何も匂いしないのに、あなたたちはこんなにスメルを感じるんだって。よく乗り切ったね。乗り切ったよね。コンビニで買ってきゃよかったのに。いや、無理だった、無理だった。やっぱ、もうタイムカードもさ、ああ、押さなきゃいけないし。うん、でも押さなかった、その時は。ああ、なんか 裏技で。裏技で。あの、うん、忘れちゃいました。それが一番いいよね。タイムカードも押さなかったです。じゃあ、タバコ吸ってるわ。うん、久々におめえがうんこ漏らした話聞いたぜ。うん、あれはもうに、でも俺なら鉄板だからな、おめえがうんこ漏らした話の。あれさ、もうほんと。でもみんなもない？